お、4秒ほど。さあこれで211ですよ。211。リャンゾー2枚、チーピンチーソーが1枚ずつ。阿部もいいシャンテ。いやこれ来るよ。きっと来るってやつですね。これ多い。来るよ。さあ、なん2曲引き続き親は阿部一本馬となっております。ドラは老僧です。まあまだ先は長いけどね。一応一矢は報いたって感じ、ね。なるほど。いや今日なんかね、阿部もあんまりなんかこういいところがあまりなんかなんかこうそうだね。ね表に出なかったような気がしましたけどね。チートイツの連勝点ぐらいまでしか進まないよみたいな展開が多かったもんね。ちょっと不完全だったような感じだったですね。とりあえず松ヶ瀬まで5万点ぐらいかなと。松ヶ瀬まで5万点。いやだってあれいつでしたっけ、さっきでしたっけ、阿部控え室帰ってきた時になんかすげえ独り言をブツ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 言ってましたもんね。何を言ってるのか全然分かんなかったんですけど。それは悪口？いや違いますよ。いやなんか多分自分でこうなんか対局のことを振り返ってなんかブツ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 なんか言ってたんで。おいまた。そっち行くのかな。行く。とりあえず行かない。一応4トイツの形。単品ドロドラなんであれ。単品イペコドラドラみたいなハネマンぐらいの手になるかもね。パーマン。あでも行ったね。縦に重ねる。縦にちゃんと行ったんだね。100万狙いみたいな。河野は先ほどね、王位が打ったチュンを仕掛けました。さあ阿部は。松ヶ瀬もちょっときついか。松ヶ瀬がきついと、はい、河野にあんまり簡単に泣かせる牌を切らないかもしれない、ね。こうさあ多い重ねることができるか。あどうなんだろう、別に。阿部の上流れる分には松ヶ瀬には何あれもないか。内側へ寄せていく松ヶ瀬。お河野これで選択。ローピンパーピン払うかいいワンリャンは。ペン3万を払っていった。これでいいじゃん点。大体河野こういう時見た目枚数で選択する。ああそうなんですね。うわ残ってるから3万残して選択します。はいはいはい。多少あるよね。はい。松ヶ瀬は丁寧に現物切ったりしてるからね、絞ってるね。お、来た来た来た。とりあえず1個来たよ。チートイドラドラが止まったらドラのローソン。そうです。ドラのローソンですよ。ヤンピンチーピンはまだ一応顔には見えてない。チーピン、リャンピンはまだ2枚います。チーピンも1枚いる。リャンゾーチーソーと。リャンゾーも2枚。2枚いる。チーソーは1枚。2211。2211。さあ松ヶ瀬関数ピン引き入れた。とりあえず一手進めた。お来た来た。さあこれで211ですよ。211。リャンゾー2枚、チーピンチーソーが1枚ずつ。阿部もいいシャンテ。いやこれ来る。きっと来るってやつですね。これ多い。来るよ。どうよ。ドン。何これ。やってんな。ほら。やってんなですよ。来た。これ。に。生点考えてるってことこれ。だってリャンゾー2枚にチーソー1枚ですよ。これ。さあやってんなリーチが入りました。やってんなーっつって。はい多いからリーチが入りました。リーチタンヤをトイトイ3あんこ、ドラさんは確定。あ阿部抜いた。回った。リャンゾー1枚吸収。松ヶ瀬。さあといえども1枚ずついるぞ。どうだ。おっと詰まった。一発で積もう。はいリーチ一発積もうと言いながらもあんまり関係ないですね。数あんこですね。数あんこです。8000、16000。8000、16000は8100、6100の8100、16100流れとなった多い。いやーお見事やっってんなー、高春。マージャンスリアルチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。マージャンに関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また、概要欄にマージャンプロ団体ライブチャンネルの、リンクを貼ってございますので、そちらもぜひご覧ください。